出るか出ないかで言ったら分からない。ちょっとやってみる。うわーってね、出そうとしないと出ないから。本気モードや。今日はいろんなコーラスを聞いてみたいなという企画をやろうと思いつきまして、イエーイ。歌うま研究会というよりは、うん、音楽実験室的な感じで、なるほど、なんかやってみたいなと思ってて、うん、よく、うん、ハモリ、うん、もうパターンがあるみたいなのを伺うわけですよ、うんうん、違うパターンのハモリ聞いてみたい、うん、と思ったので、うんうん、それを2人にやってもらおうのコーナー。はい、そうね。何パターンぐらい作れますか。いや、わからん。わからん。いや、なんかその男の人が上行くか女の人が下上行くかとかでも結構変わってくるじゃん。あ、まあ味わいはね、変わるね、うん、まあでも音選びって意味で言ったらざっくり言ったら4種類ぐらいは作れるんじゃない。4種類もいけるの。多分ね、すご、同じ度数で行くにしても何がいいんですかね。曲マリーゴールド、そう、知ってる曲の方がいいかなと思って。ちなみに難しいですか、マリーゴールドって。うっかりアウトする。あ、そうね、ポイントがそうだ、うっかり系だよね。むずいかもね。一旦今あるやつ聞いてみる。あ、はい、入ってるやつというか、はい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 、アップロードしてるやつは麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋みたいな感じね。はい、みたいな感じね、うん、そのどこから始めるかとか、うん、元のメロディーに対してどこにいるかで、だいたい種類を分けてるんだけど、うん、俺とか分かったと、もう上下って言って、あとは近い遠いみたいな感覚で行くことが多くて、明るいくらい、そう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 。で、なんかやってみてあんまり気持ち悪かったらもう帰るみたいな感じでやるのが、まあ手っ取り早いかな。じゃあこれどういうコンセプトで。これは、うん、なんだ、安定感、安定感。おおよそ聞きやすくて、おおよそ真似しやすい、うん、そうね、その結構その馴染みのある難しくないのをちょっと気をつけて作ったかな、うん、歌う人多いよねみたいな感じでね。そうだね、多分ね、多少練習すれば割とみんな歌えるようなメロディーなのかな、はいはいはい、あなたと歌うシリーズもこれですもんね、要は。そうね、うんうんうん、下を2パターンと上を2パターンぐらいやると面白いのかな。言ったら今もともとついてるのは下で近いパターンになるかな。はいはいはい。じゃあ別のパターン、へー、こっち考えていくか。だから、あ、ちょっと一個しようか。麦わらの麦わとか、聞く、あ、そうだ、これ、ね、麦わらのでいってみるか。ちょっとやってみようか。いけんかったりしたな。途中ちょっと不安だね。ね、不安だね、うん、ちょっとやってみよう。麦わらの星の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋も、みたいな感じかな。デュエットっぽいね、なんか。あー、そうね、なんか昭和歌謡の、そうね。これ下で遠いみたいな、はいはいはい、女性の方がマリーゴールドを歌ってて、うん、男性がそこにハモリつけやすいぐらいな高さになるんですかね。例えばでも今のパターンを逆にして、まあ、今歌ってもらったやつ1オクターブ上にすると、主線から3度上っていう、その逆もしかりで、3度下で歌ってたやつを1オクターブ上にすると5度上っていう仕組みなので、それで大雑把に 4パターン、うーん、そうね、うん、じゃあ上パターンもやってみる。俺が主線歌って上が3度上、その1。お前やったことないな。お前やったことないね、あんまりやったことないね。上につけてないんだよね。そうね、そうや、そうね、うん。高いな。でも俺からしてもまあそう、ちょっと高いから。高いな。
頑張ろう、やってみようか。麦わらの帽子の帽子のむーじゃない、高いな。麦わらの OK。 帰ろうか。ロストして帰ってこれんこれ。これちょっと、ね、遠目で歌おうかな。これはいいあれですよ。人間だったってことですよ。ちゃんと、2人とも努力をして。君が君が。もう帰ってよ。懐かしいと笑えたあの日の恋もみたいなですかね。ちゃんと拾えてるかな。拾えてる。入るんじゃない。まあまあ入るか、まあ、いいか。5度上やばいね。無理じゃない。5度上は高いところ。麦わらのかな。下でいつもつけてるやつを1オクターブ上で、あ、そっか、ね、うんうんうん、男のイメージは男のイメージはあるけど、出るか出ないかで言ったらわからん。ちょっとやってみる。ちょっとやめようか。いっぱい出してもいいよ。高い声って本当にさ、あのうわーってね、多分出そうとしないと出ないから。本気モードや。あの息いっぱい吐かないと喉閉まっちゃうからつらいのよ。ちょっと一回やってみようか。ふーってことでしょ。それは麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋。これは最後はね、無理だわ。っていうぐらいですかね、みたいな感じでは簡単に言ったら考えるかな。例えば響きでその今やったやつの方が綺麗だったなと思ってやるんだけど、そのまま上に上がっていくと限界っていうのもあるし、それによっていい声に聞こえなかったりすると、その下のラインに混ぜたりとか、はい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 、シュメロがこう上に上がっていくようなところだったら下に混ぜて、まあ、ちょっと伸び伸びした感じになったりとか、こういう曲だと、まあ、それがパターン5みたいな感じかな。はい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 、あ、だからその応用編だよね。そうそうそう、ベタッと行かずにこういろんなとこ移動するとややこしくなってくる、よりこう複雑になってくる。例えばどれだけですかね。例えば麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。上でもいいか。似てるか。似てる。ゴールドに似てる。下がるか。似てる。あ、これ締めるな。似てる。どう？麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。それ締めるんだ。似てるでしょ。締める。てるは下。あ、下か。マリゴールドに似てる。え？似てない。じゃあ上のまましよう。やめ。似てるしよう。はい。じゃあこれでちょっとやってみようか。途中で上下を変える。はい、これが下から上にコーラスが移る。締めも変わらず。はい、ってやつをやってみようか。麦わらの
帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。ちょ、揺れた。まあ、一人で歌うとこうなるんだけど、はい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 、その例えば下から上ハモに移る時の幅が大きかったりすると、はあはあ、戸惑いが生まれるので、その真ん中にいるところからちょっと距離を狭めるという意味でスイッチしたりするっていうのをよくやってます。もう一回撮っていい？いいよさ、あんまりにもグリさん本当は歌下手なのかなさちょっと待って、揺れたね。行ってみます。向きだ麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、まあ、みたいな。おみたいな。今多少綺麗だったね。いい。で、例えばこれをここでスイッチする。してみようか。おお、どうなるんだここで、ここでスイッチね。麦わらの帽子の君が揺れたマリ、君が揺れたマリーゴールドに似てる。ああ、みたいな感じかな。やってみようか。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに、みたいな感じにするのが、まあ、よくやるというか、アニ流。アニ流かな。ああ、これがアニ流ですよちょっとそのドヤみたいな感じがなんかあれだね鼻につくんでしょうねしかも別にその歌ってる2人じゃなくてこっち側が言うっていうドヤのか、ね、これがアニ流ですよ。今のやつをふんだんに取り入れてるのがシャルルのやつ。そうだね、そうだね、はい、シャルルのフレーズでバキバキに変えてるから、それがトリッキーさにつながってたりする。そうだね。なんか実際一人でハモリだけ、一人で主旋だけってやったら別に普通だ、ね、普通だね、うん、もともとのメロディーがこうバコンバコン、歌って歌ってとかやってるから、はいはいはい、はい、その歌って歌ってか、そう、間にね、その間にこう入ることでこう上下上 下, 上下みたいな風になって聴いてる方はなんかこうみたいな。愛を歌って歌って雲の上、濁り切っては見えない、いやいやいや感じになるんだけど、うん、今やったこうその4までを一応こう織り交ぜてるだけといえばだけ、うん、織り交ぜたやつをこういうコーラスやと思ってこうやって歌えば割と歌えるので、うん、そういう風にやるといろんなコーラスがついて面白いぜ、面白いぜっていう、なるほどね、感じです。ありがとうございます。あ、1オクターブ下はやってなかったね、そういえばね。うん、1オクターブ下、マリーゴールドの。もうやば。ムーでしょ。麦わらのだから。ああ、なるほどね。別にそんなこうデュエットカラオケみたいな。男と女の的な。ああ。男と女のマリーゴールド。聞いてみたいですね。でも普通だと思う、普通そのカラオケでよく見る光景みたいな状態になってね。はい、麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋みたいな。これ多分こうよくあるというか、こう男の子と女の子がカラオケに行って、はいはいはい、マリーゴールド歌おうよキャンキャンキャン、はい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 、俺知ってるよわーわーみたいな知らないですけど、言いたことないんでそういう風なやつに知らないですけど、なんか嫌な思い出でもごめんなさいね、別にね、別にいいんですよ、なんかね、そうそう、わかんないですけど、そういう時にこう起こるやつ、はい、1オクターブ下上も、別にハモリといえばハモリなので、うん、結構こう不思議な感じになるというか、うんうん、こんなとこですかね。また次もやるかもです。もし次やるんだったら、うん、悲しみ溢れる感じとか楽しげな感じとか、はあはあはあ、明るい感じとかできたらもっと面白そうだなと思いました。あ、はあはあ、はい、それじゃあそんな感じでね、はい、今回のね研究というか音楽、音楽しむ動画でした、はい、お届けいたしました、はい、またお会いしましょう、バイバイ。
動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ他の動画もご覧ください。 Twitter、LINE やっておりますので、ホームページ等も合わせてぜひチェックしてやってください。それではまたアーニーフロークスのチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。